大接戦の1回戦 E グループ8フレを終え、酒井が1ピン差でリード。迎えた終盤、縄の第9フレーム。まずは縄明が右側の18番、先ほどはストライクちょっと薄めから角度を変えて入っていきました。同じような感じ、ちょっと薄すぎる。うわー、ここに来ていかん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 、このカウントダウンも痛いし、スペアを拾えないとちょっと苦しくなります。ここは大きく大きくカウントダウン、そして大きくピンとピンが離れている。難しく嫌なピンを残しました。カウント6。さあ9フレ、後攻の酒井美香、これはどうだ。よっしゃ、ストライク。酒井はストライク、そして縄明はもうここはもう縄プロは思いっきりスペアを狙いに行くしかないですね。1番2番の間にボールを送ります。投げる感じですね、はい、さあどうだ、いけるか。いいぞ。いやー、ギリギリ、そうですね、クリアはしましたが、ここ一番の集中力を見せてくれましたね。テンフレを残します。そうですね、この2人の勝負も面白いんですが、ナワプロはここパンチアウトして222です。はい、ストライク2つは絶対まず欲しいとこですね。お願いします、お願いします。よーし、ストライク。もう1回いけるかな、はい、同じラインでもう1回正確無比に、はい、そうですね、10本を弾け飛ばすことができるかどうか。酒井プロはここでストライクを重ねることができるか、うん、ストライクを持ってくるとかなり有利になります。どうしてもストライクが欲しいところです。ゆっくりと普段よりも少し手を乾かす時間、そしてスコアをちらっと見ます。そうです、あの右側10番ピン、天ピン残りが3回続いてるんですね、はい、それをどうしようかっていうところを今整理してこれから投げるというところです。ちょっとこれまでよりもどうでしょう、スタンスが少し半枚左ぐらいにいってますかね。どうだろう、ほぼマジか、はい、ほぼセンター。どうだ、集めに行くか。うわ、少しの調整アジャストを見せたんですが、天秤が無情にも倒れない、ね、いや天秤4回続けちゃいましたね、こちら。あ、右側レーンで、ただこれね、スペアストライクであれば、うん、その3番目のスコア216ですね、はい、大中澄江プロの216上回ることができるので、うん、最終の F グループ待ちということになりますかね。さあ縄明テンフレ2投目、同じようにまたストライク持ってこれるかどうか。どうだ、どうだ。うわ、動いてる、倒れない、9本。いやいい感じだったんですがね。そうですね、ベテラン2人に今日はもう天秤が幾度となく、はい、はい、あの酒井プロスペアを取ればほぼ勝ちなんですが、うん、これミスれないですよ。もしもスペアミスとなると縄プロの勝ちになります。大事な大事な重たい一品です。テンフレ、はい、しっかり取りましたね。まずは9本スペア。まあ縄プロも酒井プロも本当にこの天秤に重く悩まされたこの1回戦 E グループ、はい、212というスコアがクレジット。縄明、酒井プロは6本以上で勝ちが決まります、はい、酒井美香のテンフレ3投目、フィニッシュの1投をご覧いただきましょう。どうだ、よーし、ストライク。最後の最後で右側レーン克服しましたね。うん、1回戦 E グループの戦い217、酒井美香、縄明を下しています。共にノーミスの接戦を制した酒井が2大会ぶりに準決勝進出、そして C グループの尾上が安藤に続きワイルドカードを獲得した。
この結果、酒井のポイントは7、縄は11ポイントで今シリーズを終えた。やばかったですね。ミカさんがめちゃくちゃ掴んでたので、私はもうワイルドカードのことしか頭になかったんで、とにかく216以上をと思ってたんですけど、最後の10フレ勝負まできちんとミカプロと競えたことが、私はとても今日は楽しかったです。天秤のスペアがめっちゃ嫌でした、はい、めっちゃ緊張しました。だってミスたら全部ダメになるじゃないですか、ワイルドカードも1回戦もそこはかけたって。めっちゃ緊張しました。天秤今と同じように投げれて、あとはライン取りと またレーンが変化してるので、ボールの選択がうまくいけば頑張れると思います。